面ライダーダブル。今回の依頼は、姿を消してしまってからもう1週間も経つ。お前もここの社員か。ならば燃えろ。止めてやるよ。俺が。俺たちが。僕たちは2人で1人の探偵だもの。変身サイクロンジョーカー。何あれ？あんまんこ。どこ行きやがった？一体何がどうなっちゃってるの？あの車とか半分子怪人は何？半分子怪人はねえだろ。あれはダブルだ。じゃあそのダブルについて事務所の大家様に説明プリーズ。フート在住の戸川陽介さん21歳。ちょまち。港にいた釣り人が水に浮かぶ戸川さんを発見し110番通報しました。別のガイアメモリを持った共犯者は口封じか。翔ちゃん、すまねえ、お前を泣かしちまうなんて。翔ちゃんは変わらないのね。子供の頃から。この町は俺の庭だ。そこで誰一人泣いててほしかねえんだ。そんなことあったな。俺はまた取り戻せなかったのか。オークオビューチフォーアンビリーシャボー。情報や頼みがある。ハードボイルド探偵気取るのはいいけど、翔ちゃん興味いないよ。そんなドラマみたいな情報や常識疑われちゃうよ。うっせえな。ここが1週間前の事件現場か。
りままになってことだ。バット、もう一丁、サンク、おまけだ。どうってことはねえ。どうだった？ガイアメモリの売人と戸川が会っていたところを見たやつがいた。売人の特徴は？黒いスーツに白いスカーフ、そこに一点だけ血が滲んだような模様がついている男。そっか、客は戸川だけか。そうそう、もう一人いたらしいよ。暗がりでよく見えなかったようだ、そいつは。じっくりご覧ください。安い買い物ではない。あ、これで本当に私は超人になれるんだろうね。超人？陳腐な言葉ですね。どちらかというと神に近い。興味ありますわ、桐彦さんって人。史上最高の販売業績を挙げたガイアメモリセールスマン、何よりお姉様と付き合って生きてられた男性ってだけでとっても貴重。人を妖怪みたいに言わないで、若菜。でも楽しみね。そうでしょ、お父様。もちろんだよ。だが冴子、彼は園崎の家にふさわしい男かな。フィリップ、星の本棚に入ってくれ。ねえ、ずっと気になってたんだけど、本棚って何のこと？こいつの頭の中には地球の全てと言っていいぐらいの知識が詰まってんだ。ドーパントの情報もその中に潜んでる。当たり前のこと知らなかったりするよね。 T-Rex、 莫大な知識を抱えてはいるが、フィリップはその全てを読み終わったわけではないのさ。検索を始めよう。検索項目は戸川を殺した犯人の名前。キーワード、一つ目はウィンドスケール。二つ目は羽。次は何か掴んでるね、翔太郎。最後は女だ。ビンゴだ。 T-Rex のメモリに体質があり、そのキーワードに関連する人物は一人しかいない。そんな、マリナってもしかしてあの依頼主さん？マリナもかつてウィンドスケールのデザイナーだったんだ。あの会社を恨んでいたのは戸川だけじゃなかった。最初の2つのビル破壊事件は戸川とマリナの共犯だった。だがその後、戸川はマグマの力に飲まれて暴走し始めた。だからマリナは奴を俺に探させて始末した。この先の展開を言い当てようか、翔太郎。君は甘い考えを実行しようとして悪意に満ちた犯人に殺されかかる。彼女はもう T-Rex の力に飲まれている。君を食い始めるかもしれないよ。それでも俺は信じたい。彼女を始末するしかない。やっぱお前とは意見が合わねえな。おかしいな。情に流されることなく行動する鉄の男、それが君の大好きなハードボイルドでしょ。でもやっぱり
本当の君は煮え切らない半熟卵なんだね。言うなればハーフボイルだ。ちょっと何すんのよ。お前の力は足りない。見たぜ、マリナ。お前が T-Rex の魔人、ビル破壊事件および戸川陽介殺しの犯人だ。そう、あの服は私がデザインしたものよ。ウィンドスケールには一人最低な重役がいた。仕事や功績を全て奪って私を追放した男が、ずっとそいつが憎かった。私は大好きなこの町に似合う帽子や服が作りたかっただけなのに。翔ちゃんお願い、見逃して。私翔ちゃん、翔ちゃん、昔言ったろ、俺はこの町で誰一人泣いててほしかねえんだ。お前はこの町そのものを泣かしてる。なんだ、ポーズだけじゃなかったんだ。意外と血も涙もない人。裁きを受けて昔の前に戻ってくれ。メモリを捨てろ、マリナ。 T-Rex、 やめろ。なんだよ今頃。散々考えたんだけど、どうしても答えが見つからなかった。僕はなぜ殴られたんだい。半分力貸せよ、相棒。
僕たちは二人で一人の探偵さ。行くぜフィリップ。サイクロンジョーカー変身。サイクロンジョーカー。罪を数えろ。僕の体頼むよ。そんなの私聞いてない。ついのかましてやるか。ヒートジョーカー。はっ、ああやるな。
もメモリブレイクしかない。わかってる。メタルマキシマムドライブ。マリナ、君は津村マリナの方を救え。サイクロンジョーカの婿の誕生です、お父さん。マリナは警察、陽介は二度と帰らない。それがこの町フートの現実だ。だがたとえそれが現実だとしても必ず変えてみせる。きっとこの俺が。そこは俺たちとか複数形であるべきだよね。わかったよ。俺たちが。お待たせー。あ、待った？誰も待ってねえよ。喜びなさい二人とも。じゃーん。あでお前が所長？すごい。超計算外。さあ、これからも私たち3人であらゆる事件をハーフボイルドに解決しちゃうわよ。ハーフじゃねえよ、ハードボイルドだ、ハードボイルド。仮面ライダーダブル。やはり間違いなく実在するようです。幻のカジノミリオンコロッセオが。彼らは全てを捨ててもなお勝負がしたいのだよ。我が家、家族。どうした、フィリップ。これで決まりだ。